エムフローのバーバルです。アイです。カトミレです。今回はリーボックのフリースタイルを題材にランフリーという曲を作りました。どうすか。いやもうやばいっすね。もうこの曲はもうやばすぎてもう動かずにはいられないと思います。うん、私たち3人でねやるのも初めて、はい、なの で, そ, うです。それももう聴きどころですけども、この曲聴いたら本当にあの勝手に体が動き出すみたいな踊りたくなるような曲になったと思います。今回はですね、いろんな年齢層だったり、いろんなダンスのスタイルの人たちだったりを、まあ、ピックさせてもらって、それでそういう人たちにあえてすごいコンサバな格好してもらって、だけど踊りが派手みたいな、そのギャップを楽しんでもらいたいなと思って、そこでちょっと強さだったり、なんだろう、勢いだったりを感じてもらいたかったんで、エアロビダンサーの皆さんがね、もうね、あの格好でね、私最初見た時にもうって感じでしたもんねなんか自分もその時代に戻ってきたような、だけどなんかその時よりもさらになんかおしゃれになってる感じだったりとか、こう 80s の世界とか、あとこう もともとフリースタイルってこうエアロビのシューズで、そういったところでもこうなんかエアロビの世界をあれだけこうかっこよく今にこうアップデートされた感じ。やっぱフリフリしてるところかな。フリフリしてるお尻をね、フリフリして今日はあのアップルタルト、アップルタルト焼いてきた朝、手作り、私のミディアの手作りアップルタルト。ミディア、ありがとう。やば、1位に争ううまさです。めっちゃうまい。今回のフリースタイルってこうインディペンデントな女の子たちにこう履いてもらいたいシューズだから、まあ、そういう曲を自分たちも作りたいなと思ったし、そういうメッセージをちゃんと持っている私たちだからこそ伝えられる言葉があったと思いますし、武田恭佳です。今回豪華なアーティストさんのミュージックビデオに出させていただくことができて本当に嬉しく思っています。そしてこんな長丁場の撮影だったんですけど、温かいスタッフさんのおかげで楽しく撮影することができました。本当にありがとうございました。なかなかこんなに人の中でさ撮れるピンクもないので、すごい楽しかったですね。みんなでこう土作戦に投げるながら間抜けていくときとか、ランフリーってタイトル一番最後につけたよね。だからなんだろう、そこに至るまでなんかみんながもうすげえパワーアップしていくから、僕もラップ何回か変えてって、どうしよう、やっぱこれがいいか、なんか3回ぐらい変わってるね。で最終的にみんなで聞いた時にポリって言ってもらえたんで、すごい嬉しかった。聞きどころ、見どころ満載の PV をぜひチェックしてください。 Run Free